整体院翼の高橋です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。はい、本日はですね、お願いがありますということで、動画の方を撮らさせていただいております。普段ですね、お届けさせていただいている、ストレッチですとか運動といった、お体のケアに対するような動画ではありませんので、そういったのをご希望の方はですね、今すぐ×ボタン押していただければと思います。はい、今回の動画はですね、単刀直入に言いますと、私の仲間に加わっていただけませんかという動画になります。人材の募集ですね。はい、私自身はですね、今埼玉県の蕨市というところで整体院をやらさせていただいております。そして、私ともう1名のスタッフとですね、今2名体制で行っているんですけども、ありがたいことにですね、お問い合わせをたくさんいただいております。そしてですね、中にはやはりこう日程が合わなかったりですとか、ご希望に添えず、お断りをしてしまっている方もいらっしゃいます。本当に申し訳ないと思っているんですけども、やはり私自身もお一人ね、スタッフといて、やはり見れる人数というのは限りがあります。その中でもやはり多くの方々をできるだけたくさんお救いしたいというのは私のやっぱり思いとしてあります。その中でやはり私とですね、同じ志を持った治療科の先生に仲間に加わっていただいて、地域にですね、痛みに悩む方々を救っていきたい、そういったふうに思っております。そこで今回ですね、人材の募集という形でこちらの方動画撮らさせていただいているんですけども、まずですね、私の弊社のですね、ミッションというのが、ありのままの自分というミッションがあります。これはですね、やはり社会人になっていくとですね、いろんなしがらみですとか、ルールですとか、いろんなものにですね、こう自分自身が潰されていってしまって、本当はこういうふうにやりたい、ね、例えばこんな治療をしたい、こういうふうに患者さんを向き合いたいと思っていても、やはりですね、どっか自分を殺してしまって、ね、なかなか毎日が楽しくないな、ね、仕事が楽しくないな、言ったら患者さんを見たくないな、なんていうふうに思ってしまっている施術科の先生って多くいらっしゃるかと思うんですね。事実、私自身がもともとそういう人でした。会社員として勤めているときは、自分はもっとこうしたいんだ、こういうふうに治療院を作っていきたいんだって思っていても、なかなかですね、やはりその会社のルールというのがありましたので、それができずに嫌だなって思って、でそれが嫌だったので独立開業したっていう経緯があるんですね。ですので、もう本当にうちのミッションとしては、ありのままの自分っていうのを掲げています。これは施術するスタッフ、ね、うちのスタッフだけではなくて、やはり患者様の方も一緒です。患者様もやっぱり自分がね、やりたいことがある、仕事がやりたいですとか、趣味の、ゴルフだったり、運動だったりやりたい。でも結果、痛みによってできなくなってしまって、それが結果ですね、どんどん悪い方向に行ってしまっている方を多く見てます。友達と旅行に行きたい。でも痛くて歩けないから、友達の一歩後ろを歩くのが、やっぱりなんか申し訳ないとか、恥ずかしいとかで旅行に行けない。決してね、こういったのは、多くの方が抱えている悩みなんですけども、こういった悩みを解決していく、そんな治療にしていきたいっていうのが、うちのミッションになります。ですので、ありのままの自分。こちらを見ていただいて共感していただけるあなたですね。もう自分自由に生きたい、ね。私自身で自由に生きていきたいんだ。自由な治療科になっていきたいんだ。そんな思いがある方はぜひね、応募していただければと思います。そしてビジョンですね。うちのビジョンは、私に関わる全ての人の人生を豊かにする。これは私自身に関わるスタッフさん、仲間もそうですし、患者様もそうです。言うならば、あなたが見ていただく患者様が相手になりますね。要は私に関わってくれる方の人生を豊かにしたい、そういう思いです。人生といったら幅は広いと思いますね。お仕事ができる、ご家族でのプライベートができる、趣味ができる、言ったら生活面で豊かな、ね、財力、収入があるっていうのも全てを含めて豊かになっていただきたいという思いがあります。結局のところ、やりたいことがあるのにできない、痛みでできない、お金がなくてできない、いろんな人がいらっしゃいますよね。結果、痛みがあることによって、生活ができなくなってしまったり、お仕事ができなくなってしまったり、そして収入ができなくなってしまったりっていう方も多くいれます。そういう方をお救いすることで、結果その先の未来が良くなっていく。そういった形で、やっぱり治療っていうのをしていきたいですね。そして私の仲間に加わっていただく先生には、しっかりとした休みを作りながら、家族の時間を作りながら、そして将来への投資もしながら、そして収入面でも生活レベルを上げていただきたい。そういうふうに思っています。ですので、もう三方よしですね。もう私自身も、スタッフも、そして患者様も、三方よしの関係として、うちの会社がですね、どんどんやっぱり大きくなっていって、より多くの方々、地域に悩む方々をお救いしたいなっていうのが私の思いです。
ですので、このミッションとビジョンにですね、共感していただけるあなたは、ぜひですね、下の、応募フォームの方、貼っておきますから、そちらの方からですね、ぜひお問い合わせしていただければと思います。資格ですとか、年齢ですとかは問いません。本当に自分の腕一本ですね、私、腕一本で目の前の患者さんを絶対に救ってあげる。ね、必ず治す。っていう強い思いを持った先生は、ぜひ一緒に私の仲間に加わっていただきたいなと思います。そして、素直であることが一番ですね。素直であること。そして、スピードを持ってすぐに行動ができる。もうこの二つだけだと思います。私自身も常に意識しているのは、素直で、かつスピードは誰にも負けないっていうふうに思ってます。ですので、まあ、このミッション、ビジョンとですね、私の思い、こう共感していただける方、仲間に加わりたいなと思う方は、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい。こちらのですね、概要欄のところに貼っておきますので、そちらの方からお問い合わせいただければと思います。はい。本日のですね、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。あなたのご応募お待ちしております。失礼します。